株式会社、ミスズ書房は、哲学、科学、心理学、現代史、西洋史、社会学などの専門書を中心にした、出版活動を行う、学術出版社である。旧社名は、ミスズ書房。1945年秋、福音した、オビッシュン人が、かつての同僚で、先友の和田敦氏に、出版社可能業をやろうと呼びかけたのが創業のきっかけである。 最終的に出版社を設立することとなり、設立発起人を募り、1945年12月に山崎六郎や清水武男と創設創業の申し合わせを行った。創業出版は、1946年7月の片山敏彦、指針の風光で、当初の社名はミスズ房であったが、時代錯誤の用事であると、読者から苦情を受け、 また漢字制限で作字がままならず、二冊目の坂田徳を哲学への道から原社名に改める。人文科学分野では著名な出版社であるが、扱う内容の専門性が高いゆえ、高価格の本がほとんどである。新刊書や機関書は全国の常備店をメインに販売しており、品切れ書の復刊等は絶えず行っている。主な所属団体は、日本書籍出版協会。 人文会、心理学書販売研究会など、1996年7月にミスズ書房刊行書総目録1946から1995を出している。なお同年まで48年間にわたり、旧社屋は本号3丁目にあった。同社から出される本の想定は、白を基調としたものが多い。赤瀬川玄平は、 その内容の難しさに絡めて、同社を白難海と、また現代長新者を黒難海と呼んでいる。ありがとうございます。